皆さんこんにちは、将棋バーチャンネルです。今回見ていくのは第80期順位戦 A 級2回戦。こちら千日手指し直し局ということで、先後が入れ替わり、こちらが先手が菅井八段、後手が羽生九段となりました。早速見ていきましょう。いや、千日手はですね、もともと三間飛車で、まあ、角交換してね、お互い馬を作って激しい力戦調だったんですけれども、まあ先手のね、羽生九段がね、まあ積極的に行ったんですが、千日手ということで、本譜ね、もう深夜10時近くですよね。まあ夜ですか。10時近くから指し直しということで、まあ先後が入れ替わり、先手が菅井八段、後手が羽生九段ということになってということですけども、持ち時間の方にね、結構、まあ差がついていたので、まあこの辺がね、なかなかどのようになっていくのかというところでしょうか。まあこの辺も含めてね、見ていきましょう。まあ1時間ぐらい差がついてたんですかね。まあ残り1時間、菅井八、羽生九段が残り1時間ぐらいで、菅井八段が1時間50分ぐらい、49分ぐらいでしたかね。ということで、早速見ていくんですが、戦型は中飛車ということで、そして対する羽生九段が居飛車ということになって、お互い陣形整備ということですけども、なかなかね、珍しいような、持久戦のように見せかけてというところで、囲いを省略化して、積極的に攻勢を図っていこうという構えですね。さあ、それに対して中飛車側は、まずはね、飛車を引いて陣形を整えて、左の金がね、やっぱりこう近づけるために行くということで、飛車を下段に引きつつと、場合によってはね、うろうろできるんでね。だから早速8四角とね、飛び出していくということで、さあそれに対してまずはまだ陣形整備の時間ですよということでね、さあ見ていきましょう。さあ桂馬を跳ねてと、6号の地点に争点を作っていく。さあまずはね、こう角を引いてということでね、まあ6号の地点を備えつつ、まあこうどうやっていくのかというとこですが、まずはね、一回玉を固めていきましたね。さあ、それに対して先手側も金を引きつけてということで、さあ、お互いね、陣形は金銀ね、連結して、形はちょっと違いますけども、連結のいい形ということですね。さあ、さらに桂馬を跳ねて、さあ、そして金も近づけていくということですね。さあ、先手としてはね、ちょっと仕掛ける筋もちょっと見つかりにくいというところで、一回7七角とね、しておきましたね。やはり、まあ、銀冠とか行きたいんですけど、この瞬間、金銀が離れるので、この瞬間にちょっと攻められてくると、ちょっとね、怖かったかというところでしょうかね。まあ、なので、ポンプ戻りまして、7七角と、まずは一回寄せてと。さあ、対する後手も3三桂とね、跳ねていく。さあ、先手としてはね、まだまだ角をうろうろしつつですね。まあ、場合によっては、桂馬がね、こちらに跳ねたので、まあ、遠く端がね、弱くなりましたよ、というとこですね。まあ、このまま長引いていけば、場合によっては1八香車から、まあ、金上がって、地下鉄飛車もね、まあ、囲いはちょっと弱くなるんですけれども、含みも出てきますよ、というとこでしょうか。さあ、玉頭を伸ばしてというとこですね。まあ、遠くね、角道も止めつつというところですね。さあ、これに対して1八香とね、さあ上がってきましたね。まあ、場合によって4八金と上がって、やはり端から行く手も見せてということでね。まあ、千日手差し直しなんでね、もう一回千日手となってしまったらね、先手番を得た菅井八段としてはね、やっぱり何をしているのかというところなんでね、積極的な手を作り方をしていきましたね。さあ、それを見てですね、囲いがちょっと弱くなった瞬間に6五銀とね、早速仕掛けていく。さあ、それに対して、同銀、同桂とね、さばいていく。さあ、これに対して、桂馬には桂馬とぶつけてね、振り飛車でさばいていきますね。さあ、しかし、ここは6四歩とね、支えておいてと。さあ、桂馬を取るしかないんですが、これを同歩と取った手がね、気持ちよくね、歩が手順に伸びていくということでね、少し後手が指しやすくなってきたんでしょうかね。さあ、それに対しては、まずは一回角を上がって、6六歩とね、さらに突き出す手をね、まずは防いでいこうということですね。さあ、それに対して、まずは2三桂馬と、玉頭の方からね、手を作っていこうというところで作ってきましたが、桂馬には桂馬でね、3五歩のね、筋を防いでいくということですが、
さあ、ここで7五歩と角の頭を狙っていく。同歩、同角と出てくるんですけれども、さあ、一回ここは飛車を浮いてね、横の筋を使って受けていくんですが、まあ、ここで一歩を手にしたんでね、早速2五歩からね、桂頭を狙っていく。さあ、しかしこれは同歩で歩を打つんですが、桂頭はね、お互い弱点にもなっているんでね、どちらが硬くなっているのか、さあ、攻め合いがなっていく。さあ、まずは桂馬を取って、同銀としておくんですけれども、ここで一回ね、6四桂馬とね、打ってね、まあ、飛車がね、まあ、7六飛車などね、回る筋も出てきたりするので、まあ、飛車の横撃を反らすために一回下がってもらおうということですかね。まあ、ちょっとここに桂馬を手放すのはちょっともったいないようですけども、まあ、5九飛車と、引いておいてからの8六歩。さあ、同歩。それに対して銀をね、ゴリゴリとねじ込んでいく。さあ、飛車を回って早速受けていくんですけれども、構わず取って、同飛車に対して7二飛車と、飛車を向かい合わせになって、この角がね、次3九角成と王手で入るんでね、そしたら飛車を素抜けるよと。3九の同金の飛車を抜くという筋が出てきますよと。いうことなので、一回は歩で支えておくということですね。さあ、それに対して8八角と打ち込んでいく。さあ、金をね、上がって銀冠をしっかり組んでね、まあ、ここからね、まあ、なかなか戦いに備えてというところですね。さあ、7七角成と積極的な羽生九段。さあ、飛車を取って同歩としたところで飛車を打ちつけていく。まあ、空いた下段を狙っていきたいんですが、いかんせんちょっと駒が今もうないのでね、ここからどのようにしていくのかというところですよね。さあ、先手としてはこの瞬間に攻守入れ替えということで、2、3、歩成り、同金。さあ、そして歩を叩いていく。同歩、同金。さあ、2、5、歩に、さあ、これは同桂。そして同桂に対して同金と。どんどん金が上ずっていく。これは攻めているのか、弱体化させられているのか。さあ、2六歩と打ってね、金を追い返しに行くんですけれども、ここでね、羽生九段が踏み込んできました。2六金とね、踏み込んだ。さあ、同銀に2五歩。さあ、そしてこれは取って、空いた空間に桂馬を打っていく。さあ、金は逃げておくんですが、1八桂成と、香車を取りつつ、王様ね、引き離していく。さあ、ここでズバッと角を切って、2六歩とね、垂らしていく。まあ、これ金を持ってるんでね、次の2七金を打たれてはいけません。ということで、一回歩で支えておくんですけれども、さあ、ここでね、2三香とね、歩を打ったことによって、2三香車ということですが、菅井八段は強く銀でね、ガチンと打ち込んでいきました。さあ、同香、同銀とね、玉頭にプレッシャーをかけられていくんですけれども、ここでね、飛車を成ってと、プレッシャーをかけていったんですが、この瞬間にね、菅井八段逃さずね、まあ、3三金と打っておいて、3一玉に2三桂、4一玉にここですね。6三角と王手飛車取りなんですけれども、逃げておいて、さあ、さらに8四角と王手して、ここで投了となりましたね。まあ、これは積んでしまっているのでね、まあ、仕方ないところでしょうか。投了追加見ていきましょう。7三歩、まあ、仮にですね、合駒しておいてということですが、まあ、4二金に、仮にまあ、同玉と言ってしまえば、まあ、4一金からね、まあ、角の利きが生きているので、まあ、あとは簡単に並べていってということで積んでいきますよというところなので、この4二金に対しては同飛車と取ったというのが長いんですが、まあ、7三角成からですね、合駒しても、まあ、詰ませ方はいろいろあるんですけれども、変化の一例としては6一金からですね、引き寄せておいて7二金と、まあ、これは同金と取るんですが、角をズバッと切っておいて、あとはね、よくあるね、吊るし形みたいな感じですよね。まあ、一例、これで詰みというところですね。まあ、投了追加の変化の一例でございました。
いやー、しかしね、これは指し直しでね、羽生九段もね、ちょっとね、持ち時間がなくなってからはね、なかなか難しい局面をね、迫られっぱなしで、対するね、菅井八段はね、時間をちょっと残して、最終局もまあ30分近く残ってたので、ゆっくり冷静に形勢判断できたのかなと思いますね。まあ、このあたり、まあ、もうちょっと戻ると、まあ、この6五桂同歩と、このあたりからはね、まあ、さばいて後手が良かったんですけどもね、なかなか、って感じでしたかね。まあ、この段階で、まあ、ここでね、玉頭に行ったんですけども、まあ、じっとね、7二飛車というのがね、ソフト的にはまあ、落ち着いて良かったのかなと。まあ、この角にプレッシャーを与えて、こうしておけばまだまだ後手がね、ちょっと優勢を、まあ、優位、指しやすい状態をキープできたのかなというところで、まあ、ここから、ま、変化の一例としては、ま、玉頭逆についてきたとしたら、ま、ゴリゴリいけるよ、ということでね。ま、こうやって、ま、ズバッと、ま、ここまでうまくいくことはないにしろ、ま、飛車角さばけてね、竜を作れて、という、という変化があるので、ま、じっとね、ま、ここで7二飛車としておけば、まだまだの将棋だったのかもしれないというところですね。ま、とはいえですけどね、ま、この辺はもう、羽生九段の10分もうないのに、残り8分ぐらいですかね。だったのでというところで、まあ、玉頭から攻めていくというところですけど、ちょっと持ち時間の差もね、なかったので、まあ、この辺は仕方ないかなというところでしょうかね。あとはまあ、チャンスとして言えば、やっぱりこの辺でね、まあ、なんとかね、攻め味を作っていったんですけども、まあ、玉頭を攻められた際の、やっぱり金をね、突入していったというのが、まあ、ここがやりすぎだったというところもちょっとありましたけどね。まあ実際は同桂じゃなくて、まあ2三金とね、一回落ち着いておけばまだまだ、まあ互角の展開になっていたというところだったんですけれども、まあ評価値的な話ですけどね。まあちょっとね、深夜になって時間もないし、自分から手をつけた玉頭なのでね、まあここは行くというところがね、あったんでしょうね。この時点で残り3分ですからね、この比較というのはなかなか難しいんじゃないでしょうかね。もう行くと決めたところでね、まあ時間がないので、積極的に攻めていった羽生九段ですけども、やはりそれをね、冷静にちゃんと受け切った菅井八段という格好になりましたかね。まあここからはね、やはりちょっとね、羽生九段の攻めがちょっと繋がらなくなってしまったのと、まあそれを冷静に受け切った菅井八段、そして隙を逃さずにですね、まあやはりここですかね。まあここで、まあ、まあここで、まあ自陣に手を入れるっていうのもね、やはりなかなかやりにくいことですからね。まあ、とはいえ、まあ、この銀打ってというところでもね、まあ、逃げられてしまうんでね、なかなか攻める手もないということでも、この辺はもう首を差し出したというところですかね。あとは華麗に詰ませに行ったというところで、まあ、深夜までね、対局長引いて、まあ、千日手差し直しなんでね、まあ、いろいろとあるんでしょうけども、何がともあれね、これですが、八段が勝利ということで、順位戦はね、羽生九段がこれで1勝1敗、菅井八段も1勝1敗ということでね、まだまだ2回戦ですけれども、まあ A 級はね、やはりね、いることがステータスになるぐらいね、すごい強い人しかいないんで、まあ羽生九段もね、やはりここは、やはりなんとか A 級に残ってもらいたいなとは個人的にはね、応援はしておりますが、まあここからの将棋まだまだ楽しみがあるんでね、見ていきましょう。ということでね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。まあ、よかったよっていう方はね、チャンネル登録や高評価していただければと思います。それでは、また見てください。バイバイ。